山陰チャリティーレディースゴルフ大会は、山陰に19店舗を展開するフーズマーケットホックが地域貢献活動の一環として毎年開催しています。第15回を迎えた今回は8人の女子プロも招き、参加者と一緒にラウンドしました。チャリティーの贈呈式では、ホックの渋谷仁社長から米子市の味噌の天使園の徳岡博子施設長に130人の参加者から集められた寄付金およそ12万円が手渡されました。子どもたちが健やかに成長できるように大切に使わせていただきたいと思います。地域貢献にできる形で、これからも続けていければと思っております。